春の全国交通安全運動が平成30年4月6日から全国一斉に始まりましたが、阿蘇警察署で交通安全運動の出発式が行われ、交通事故防止を誓いました。出発式には警察や交通安全協会関係者らおよそ100人が出席。まず交通事故犠牲者の冥福を祈って黙祷を行い、続いて長年にわたって交通事故防止に功労のあった人や有料運転者の表彰が行われました。また県下では初めての試みとして、高齢者運転免許証自主返納アドバイザーの委嘱状交付式があり、岩下哲三阿蘇地区交通安全協会長が2年前に運転免許証を返納した岩下久美子さん92歳に委嘱状を手渡しました。やっぱり田舎はほら車がないとね、不便なもんだから、自分たちでもその気がついてなるだろうけどもですね、やっぱなかなかや踏ん切りすぎませんもんね。はい、そうだから、そういうのちょっとなんとかこうね、したらいいなとかちょっと思いました。交通安全運動出発式では原雄生阿蘇警察署長と岩下哲三阿蘇地区交通安全協会長が挨拶、続いて林道保育園の園児16人が交通事故に遭わないように注意しますなどと交通安全を誓いました。春の全国交通安全運動は平成30年4月6日から4月15日までの10日間実施され、子どもと高齢者の事故防止、事故に遭わない、起こさないを基本に、歩行者、自転車の交通事故防止などが重点目標になっています。